どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで、なんとですね、こちらのプライオリティパス、またね、成田空港で対象ラウンジが追加ということで、本日はね、こちらを速報でね、解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、ヤフーニュースなんですけども、いくつかのね、媒体でもうね、紹介されているっていう風になっておりまして、こちら飲食店グループ、ボテジュー、あの関西国際空港のボテジューと同じグループですね、9月13日から成田空港内の運営する飲食店、鉄板焼き道頓堀栗田、成田国際空港店で一部対象者に3400円分相当のコースメニューを割引提供すると発表いたしましたということで、はい、詳しくね、書いてありまして、対象者は、空港内のラウンジサービスで受けられるプライオリティパス、ラウンジキー、いずれかの会員証で、利用することができるということで、こちらね、営業時間は朝のね、7時30分から午後10時ということで、かなりね、長時間やりますよね。で、場所はですね、成田空港第2ターミナル本館っていった形になるんですよね。いやね、これちょっとね、見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、こういったのがですね、3400円割引提供ということで、めちゃくちゃ美味しそうですよね。はい、こういった感じでですね、今回ね、発表があったんですよね。で、詳しいね、内容ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、こちらはですね、成田空港のですね、第2ターミナル本館2階にね、ある、お店っていう風になっておりまして、こちらのね、ヤフーニュースのね、記事にはね、記載がなかったんですけども、これね、制限エリアにあるんですよね。ですので、出国手続きをした後じゃないとね、こちら利用することができないお店っていう風になりますんで、第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルね、成田空港ございますけども、第2ターミナルを利用する方でしか、こちらね、利用することができないっていう風になりますんで、こちらはね、注意していただきたいなぁなんていうふうに思います。関西国際空港のね、ボテジューも国際線ではなくて国内線っていうね、しかも制限エリアということで、場所っていうのはですね、確実にね、チェックしていただければなぁなんていうふうに思います。最初ね、私こちらの記事見た時にですね、一般エリアにあるのかなぁなんていうふうに思ってまして、まあ一般エリアであればですね、第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルね、まあどこで利用しようがですね、一般エリアであればですね、移動すれば利用することができるっていうふうにね、思ってたんですけども、まあ、調べてみたらですね、出国手続き後エリアということで、制限エリアにね、こちら、あるっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいななんていう風に思います。で、今回ね、利用することができるのが、ラウンジキーとですね、プライオリティパス、またね、デジタル証、ダイナースカード会員を含むということで、まあ、プライオリティパスとね、ラウンジキー、またね、ダイナースクラブもね、利用することができるって言った形になりますね。この前ね、審査落ちましたね、ダイナースクラブね。はい、ちょっと利用したかったわけなんですけども。まあ、このね、ボテジューの特典はですね、このダイナースクラブっていうのはね、ラウンジキーでもプライオリティパスではないんですけども、まあ、関西国際空港もね、ダイナースクラブね、利用することができるっていう風になりますんでね。まあ、今回のね、新しいところも、利用することができるって言った形になります。ちょっとね、場所を見ていきましょうかね。それではですね、こちらね、成田空港第2ターミナルのね、フロアマップなんですけども、このね、鉄板焼き道頓堀栗田っていうのが J の4にあるということで、J の4は、こちらですね。はい、ここにあるっていう感じですね。こちらです。で、場所はですね、この真ん中のね、大きいところのエスカレーター上がったところにですね、このジャパンフードホールっていうのがね、ありますので、まあ、ここにね、行っていただくと、このね、鉄板焼き栗田ね、3400円分、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これから行かれる方はですね、このジャパンフードホールエリアにね、あるっていうことは、まあ、覚えておいていただくと、利用しやすいかな、なんていう風に思います。それでは次にですね、こちらね、プライオリティパスのね、国内の、まあ、一覧なわけなんですけども、まあ、今回ですね、成田空港第2ターミナルですね、こちらに追加になるっていう感じですね。で、制限エリアなんで、こちらになりますね。まあ、こういった感じになりますね。いや、第2ターミナル非常に充実しますよね。一般エリアでね、ISS のラウンジ、こちらはね、まあ、ジュースとね、まあ、ビール一杯飲めたりいたしますけども、9アワーズ、まあ、こちら仮眠等々もね、できる施設が利用できて、またね、制限エリアには、ISS のね、新しいラウンジ、こちらブッフェ形式でね、利用することができるラウンジが、まあ、今まで、まあ、こちら7月から利用することができるようになったわけなんですけども、まあ、今回ね、鉄板焼き栗田もですね、利用することができるということで、第2ターミナルめちゃくちゃいいですね。今度ね、第2ターミナル使ってね、ちょっと利用していきたいですね。はい、こういった感じに
になります。まあこの表はですね、まあスクリーンショットね、撮っといていただいても OK ですし、またね、LINE 公式アカウントでもですね、すぐ見れるようにしておりますんで、まあ気になる方はですね、そちらもね、チェックしていただければなと思います。ということで、プライオリティパスをね、対象ラインじゃ本当にね、どんどん増えてきますよね。はい。ですんでね、国際線で利用される方はですね、プライオリティパスね、ぜひね、持っといていただければな、なんていうふうに思います。今ね、まあ、おすすめのね、クレジットカードね、先月だったと思いますけども、紹介ね、させていただいた通りですね。今ね、おすすめさせていただいているのはこちらですね。はい。セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード。こちらね、今、初年度年会費無料やっておりますので、1年間ですね、このプライオリティパスのラウンジ、使い倒すことができるっていった味になります。で、家族カード、ま、ご夫婦とかでね、利用されたいっていう方は、ま、こちらのね、三菱 UFJ プラチナアメリカンエクスプレスカード。ま、こちらね、ポイントサイト経由にはなってしまいますけども、年会費が22,000円かかるんですよね。その代わり、ポイントサイトから22,000円分もらえるっていう風になりますんで、まあ、実質無料ですね。こちらは家族カード1枚無料で発行できて、そのね、無料で発行できた家族カードにも、プライオリティパスね、無料で付帯することができて、こちらも入りたい方であるね、プレステージ会員が利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらと、またね、先日こちらの動画でね、紹介させていただきました、ダイナースクラブですね。ちょっと私はね、審査をしてしまったんですけども、まあ、こちらのカードもですね、1年間ね、今初年度年会費無料やってまして、家族会員もね、無料で1年間利用することができるっていう風になりますんで、こちらのカードはね、ハワイのトロリーバスとかもね、利用することができますんで、ハワイとかね、利用されたいっていう方はですね、こちらはね、おすすめっていった形になります。まあ、こういったところですかね。ぜひね、このプライオリティパスね、海外旅行ね、好きな方はですね、ぜひね、発行しておいてね、損はないのではないのかな、なんていうふうに思いますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。ということで、今回ですね、速報ということでね、動画作らせていただきました。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやってますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい、ということで今回ね、ちょっとおまけ動画をね、作らせていただきまして、私がね、ちょっと前からですね、お勧めさせていただいている TikTok Lite のね、毎日クリックのキャンペーンなんですけども、なんとね、また4,000円分がですね、復活いたしましたということで、もしね、まだ参加されてない方はですね、まあ、ポイントサイトのね、案件等々もね、私紹介させていただいておりますけども、このキャンペーンですね、確かにちょっと癖があって、もらえたりもらえなかったりする方もね、中にはいらっしゃるんですけども、まあ私がね、やっている感じだとね、結構もらえてる方ね、多いっていう風になりますし、またね、毎日クリックするだけなんですよね。まあ、ポイントサイトの案件とかね、カード発行したりとかね、FX とかいろんな案件ありますけれども、この TikTok Lite のキャンペーンはですね、本当にね、クリックしていただくだけっていう風になりますんで、非常にね、おすすめっていただく形になります。ですので、もしね、参加されてない方はですね、概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、このキャンペーンね、終わらないうちにですね、参加ね、していただければなと思います。で、利用方法なんですけども、非常にね、シンプルなんですよね、このキャンペーン。こちら、載せておきますけども、トップページのこのギフトっていうところをね、押していただいて、次のページにね、行きますんで、ここでね、チェックインっていうのをクリックしていただきます。これをね、10日間していただくだけで、4,000円分もらえるっていう風になりますんで、めちゃくちゃ簡単ですよね。はい。ということですんで、ぜひね、参加されてない方はですね、このキャンペーンね、もう結構ね、やっておりますんで、まあ正直ね、いつ終わってもね、おかしくないキャンペーンだと思っておりますんで、まあ、参加されてない方はですね、ぜひね、このね、4,000円分、JAL マイルにね、交換することができるっていう風になりますし、まあ ANA マイルもね、一応、マイル、交換することはできるんですけども、ちょっとレート下がっちゃうんで、もしマイル交換するんだったら、まあ JAL マイルの方がね、おすすめ、もしくはね、現金化していただくのがね、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、チャレンジしていただければなと、思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。